誰かの家、まあ、大体パーティーしてる人の家はもうラブホ扱いみたいになるんですよ。Hi guys, welcome back to my channel. This is Yusuke and this is Meiko. Meiko です。オーストラリア4年目で、今オーストラリアで大学1年生をやっています。オーストラリア2年目でオーストラリアの大学生してます。はい。はい、じゃあ今日は、オーストラリアの高校留学のカースト制度について話していきたいと思います。はい。じゃあまあいろんなあの学校によって、ね、あの例えば日本やとサッカー部と野球部とラグビー部とかが、ね、クラスの中心になって、まあ、うるさいと、でそういうのはまあオーストラリアにはあるのかと思って、ありました。まあイエスかノーで言われたら、まあ、イエスだと思います私は、ね、はい、どういう人がそのピラミッドの上の方に来るんですか。そうですね、日本みたいなものはないんですけど、こう日本みたいにこう種類、種類がかってるって言っちゃうんですけど、こうなんかバスケ部、サッカー部っていう話ではなくて、こう私の高校、すごい高校の特色によると思うんですけど、私の高校はバレーボールがすごい強い高校で、本当になんか学年にもよるんですけど、でも学年が低ければ低いほどとりあえずバレーボールやっとけみたいなとりあえずバレーボールやっとけみたいな感じで、本当にいろんな、もうそれは何人、学年に何人いて何人ぐらいがバレーボールのそのプログラムに入れてる、なんか一番下の学年でいうともう8割ぐらいがもうとりあえず入っとけみたいな感じ、中学生、中学生とか高校低学年、中学高校低学年、みたいな感じの人たちはもうほとんど入って、ほとんどっていうか半数以上入ってて、半数以上、はい、なんですごいバレーボールっていうコミュニティがもうすごい強くって、がためにバレーボールやってる人は、まあ、日本でいうパーティーピーポーじゃないけど、こう結構目立つ人は大体バレーボールやってるんじゃないかみたいなこう概念に生まれてきてますね。なるほどね。そういうそのバレーボールのピラミッドの一番頂点の中でも、その派閥とかグループとかはバレーボールの中で、そのバレーボールの中で、バレーボールの中でもこう全員が全員うるさい人たちがやってるわけじゃなくて、私もバレーボールの人だったけど、そういううるさい人ではない、うるさい人っていうわけじゃないけど、そういうこう目立とうとするタイプの人ではなかったので、でもバレ純粋にバレーボールやりたいっていう、まあ、人たちの集まりっていうのが前提なので、こうバレーボールの中でもこうおとなしい人がいたりとか、バレーボールすっごい上手ですっごい意地悪なプレーするけど、実際にすごいなんか人の優しい人だったりとか、いろんな人がいるからね。そういろんな人がいるから、そうだからバレーボールの中でもこう本当にザ・パーティーピーポーみたいな人もいれば、全然そういうそんな感じ、そういうのには縁がないような人たちもバレーボールやってたりしましたね。まあ、高校によって違うかもね、はい、まあ、サッカー部が強い、サッカー部というかそのサッカーしてる人が強いとか、オーストラリアフットボールしてる人が強いとか、たまたま私の高校がバレーボールってなっただけで、なるほどね、高校によってそうですか。そのバレーボールの、その活動の中で、合宿とか特別なイベントとかはあったり、ありました。そうなんか全国大会みたいなのが1年に1回あって、でその全国大会のためだけにこう 都会っていうか、こう日本で言ったら東京にこう 1週間だいたい行くんですよ、でそれで1週間メルボルンですね、だいたいで1週間行って、でそれでそのバレーボールのチームメイトと1週間寝泊まりして一緒に過ごすっていうイベントは1年に1回やって、でそれと他に州の中での大会もあって、予選みたいな感じもありました。だから大きな大会は1年に2回あって、1つは州の予選、1つは全国大会でした、まあ、ちょっと1回、まあ、話戻るんですけど、そのピラミッドの中でバレーボールの下は何なんですか。バレーボールの下、バレーボールの中のいや全体のピラミッドの中でバレーボールやってる人以外はどんな感じの階層というか、だからバレーボールやってない人でも結構うるさい系、目立つ系の人は、まあ、いるんで、でもそういう人は大体やっぱりバレーボールの人が関わってたりするんで、まあ、結局は原点じゃあもう基準はバレーボールやってるかやってないかだけみたいな、もう0か100かみたいな、それ以外の人は、それ以外の人は、こうやっぱりおとなし系、おとなしい系の人だったら、で私の高校はバレーボールと同じくらいミュージック、音楽がすごい有名な高校だったので、
構ミュージックやってる人はこう結構なんていうこうインテリな感じ、インテリな感じで勉強できて、かつ音楽もできるみたいな人だったんで、バレーボールやってる人は結構なんかうるさい系っていうかこう目立つ系の人なんだな、ミュージックやってる人は結構こう知的な静かな人なんだなっていうこう、まあ、印象づける材料っていう感じでしたね。はい、なるほど。でもその後はもろもろって感じです。いろんな人がいて。じゃあその高校の中でそのバレーボールやってる人をはじめ、まあパーティービーボーうるさい人、はい、クラスの中で、はい、っていう人はやっぱパーティーとかってどれぐらいの頻度とか何人ぐらいで、うん、でもこの頻度の話をすると多分毎週週末毎週金曜の夜土曜では土曜の夜とか金曜か土曜みたいな、うん、毎週パーティーやって、場所は毎週誰かの家でやる、誰かの家、はい、こう日本みたいにこうなんか貸し切って、うん、なんかお店でやる、うん、打ち上げじゃなくて、もうとりあえず何の意味もなくパーティーを開く、うん、まあ、オーストラリアあるあるだと思いますけど、中でもこうバレーボールの人たちはやっぱパーティーピーポーなんでやっぱパーティー大好きなんで、誰かの家を借りて、であのお酒はありですか？お酒もちろんありですね。ありですか？お酒なきゃパーティー始まらないんで。何歳でしたっけ？あ、10、15、6、7、まあ、その辺だったりする、ね、いやいや、あかんやないかい。それはやっぱり親とかがですね、親とか、まあ、親はもう本当に黙認って感じで、黙認、まあ、なんか親がアルコール買ってあげてみたいなみたいな、子供パーティーやるよみたいな、はい、どんな文化や。まあ人に、全員が全員そういうわけじゃないんで、ね、パリピの親はパリピみたいな感じですかね。まあパリッパラ、まあ、まあ、どれぐらいの人数の平均何人ぐらいが多いですか、パーティーは。でもこうパーティーのこう大きさによると思うんですけど、誕生日パーティーとかになるとどん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 大きくなっていったり、うん、毎週やるパーティーはそんな大きくないと思うんですよ。何人くらい？20人くらい？30人とか20人、20人、30人とかだと思うんですよ。が一つの家、一つの家に集まってって感じで、もうそれこそお酒ありなんで、もうとんちゃんとんちゃんとかなんで、スキャンダルもいろいろあり、まあ、事件とかあるんですか？ありますね、結構。なんかそれこそ、うん、あの下ネタ系にもなるんですけど、こう誰かの家で誰がやったとかっていう話はもうすごいなんか当たり前のように聞く話で、あの人はボーイフレンドがいるのに彼とキスをしたとかっていう話は、でもすぐ広まる、すぐ、もうすぐだって目撃者がもう目の前にいるから、20、30人のだから、でなんかそういうエピソードとかあったら、そうですね、だから誰かの家、まあ、大体パーティーしてる人の家はもうラブホ扱いみたいになるんですよ。もうほぼラブホみたいになるんで、もう部屋が空いてたらとりあえず男の子か女の子捕まえてもう突入するみたいな、突入みたいな、でももう、まあ、部屋が空いてない、なんか部屋取りゲームみたいな感じみたいな、まあ、あの何をするかは分からないですけど、まあ、分かんないけど、とりあえず閉じこもって、閉じこもってみたいな、2人でこうお酒を飲むこう部屋が欲しいみたいな感じだと思いますけど、まあそういう風に、まあ、何も起こらないわけはないと思いますね。まあ私はわかん、まあ、実際目にしたわけじゃないからわかんないですけど、そういう、まあ、その家に、一つの家に部屋ってその無限にあるわけじゃないじゃないですか。そうですね。でもしその部屋がもし使われてたりしたら、うん、他の人はどうしてるんですか？それこそもう待つみたいな、待つローテーションみたいな、ローテーションみたいな感じで、そうみたいな感じでどん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 回って、あ、開いたねみたいな、行こう、ああ次俺らの番やなみたいな、そうちょっと基本みんなもうペア作るみたいな、ペア、うん、まあ、男女のペアが作ったらとりあえず大丈夫みたいな、うん、それが全部のパーティーが全部そうであるってわけじゃないですけど、まあ、私が聞いた一つの話のエピソードが、特に汚いやつね、ちょっと一部の人はそういうのがあるよっていう話は、まあ、こう風の噂です、風の噂で、ね、ありますね、なるほどね、はい、っていう話がありました。オーストラリアこういう文化です。はい、まあ、ということで今日はあの高校のオーストラリア高校留学でのカースト制度と、はい、であとパーティーでどういうことがあるのかっていうのを、まとめてみました。もし興味のある方は、はい、あのいいねとチャンネル登録のよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまた。